紹介者がその時セフレだったの。あ、こんにちは。夜風が気持ちいいなと思って、ちょっと一緒に歌いたいなと思って。寒いね。寒いですよ。秋に、うん。もう今年、やっと秋到来みたいな。ずっと暑かったけど。テンション高いですね。俺、この時間に昼上がりに来るタイプだから。もうお酒飲んでます。飲んでない。私は今からかな。あ、今から飲もうと思ってた？思ったでしょ。だからちょっとちょうど。やっぱり。やっぱりそう、ナンパしてちょうどなんかそれっぽいの来たなと思って体がもう勝手に動いてた。なんかそのタイプの人あんま最近いないです。最近いない。みんな落ちてるからハッピーナンパだ。あれ、ね、今日何人だの？仕事終わりです。あ、仕事終わり、はい、あ、仕事してんだ、はい、あ、偉いね。これでも足りない。お前じゃ何してんの？何の件？不動産屋。不動産屋。いやでも腰たんたんと、いかに売りつけてやろうかみたいなのを常にこうメッキラキラさせてるみたいな。ケースか。あ、マジで？面白いね。俺もセールス結構現場立つから。あ、そうですよ。なんかやり手な感じしますけど。やっぱり。分かっちゃうみたいな。不動産っぽい。分かっちゃうみたいな。あ、なんかおしゃれな。正解です。本当に正解です。え、じゃないと喋んないですもん。あ、そうなの。爪出まくってたか。あ、もうジョッカ軽く引っ掛けに行く？え、時間あるんですか？ある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 。私、どうせ一人だったんで、どっか行こうかな。あ、マジで行こうよ。え、すごい。え、なんかある？何が？ノリ？場面すぎ。俺がナンパさせられてるみたいなのがあるよね。全然、まあ、覚えてくださってなったら。まあ、まあ、シャアなしでね。シャアなしで。で、今、仕事ばっかって感じですか？そうですね。あ、マジで？休みない？学研の勉強をしてる。あ、マジで？ちょっとガチやん。12月過ぎる。こっちの人っすか？こっちの人か。関東出身。で、大阪出身。あ、大阪なの？あ、全然名前ないね。どっちかだよ。どちらできんの？なまりバージョンもあるの？今から関西で喋ってる。あ、本当だ、出るんだ。いや、なんか仕事の話なんで急になんかもう男っぽくなるね。ちょっと下がるね。声も低くなってるじゃん。やっちゃった。乾杯。その前何やってたの？大阪いました。あ、そのタイミングで出てきたのね。はい、大阪の時は何でした？大阪の時は南で働いてました。南で働いてた。あ、どういうこと？夜食ってこと？はい。今日は？はい。あ、そうなの？道理のりがこうだと思う。ウェイウェイだと思った。あ、東京じゃやんなかったの？あ、でもコロナしたし。でキャバから昼にうまく切り替えたわけ。何の仕事じゃあんま変わんないから。売るものが水分なのか、水分なのか、不動産なのか。なるほどなるほどなるほど。え、自分彼氏は？彼氏は大阪の時に別れたんですけど。関西の大阪の人、どんな人？え、中野のなんか田舎で別れたんだけど。うん。かわいそうになってました。どういうことキャバの客だったの？え、もともとのデザインじゃなくて、うん、ナンパ？あ、ナンパ好きじゃん。そうどこで？え、引っ掛けをして分かります？あ、分かる、あのグリコンとこでしょ。そうザナンパスポットじゃん。そう、ナンパスポットでナンパしてきた。今から来たばっかりの純朴な少年だったんだけど。あ、年下？2個ぐらい下。あ、マジで？で、それでどうしたの？それどうしたの？なんか飲みに行こうよって言われて、みなみで働いてたら、いいよって言って、で、どこ行ってたら、そのまま来てくれたって。マジで？同伴させたみたいな。え、何ここ何ここって。で、お金ないけど、って言って。じゃあ、可愛い客会計してみてあげるから、うん、お金稼げる仕事を紹介してあげるよって言って。やば。そのまま？ちなみにその時金額いくらぐらいだった？あ、はいはい。あ、2万ちょいも払えねえ。まあ、ちょっと高いなって。だって、看護師だったから、月収10万いかないぐらいだったよ。あ、
この虫ね。夏から出てきたばっかりで、多分なんかナンパの観光地みたいなね。頑張ったんじゃないかな。キャバ引っかかって、お店連れて行かれ。そうで何杯か飲んだ2万8000とか言われて。で、そのまま帰らさずに直接面接連れてって。え？何の？ホスト。帰るうちにしてんじゃん。ナンパしてきたやつを夜に落としてんじゃん。落としたって思わせなかった。ああ。そんな感じで、せっかく大阪出てきたんだし、顔も綺麗なんだから、もっと稼ぐ仕事あるよって。あ、顔綺麗だったの？顔綺麗だったの。背高いし。あ、じゃあこいつ結構万稼げんじゃねっていうのは思ったわけ。思ったし、自分は負けるって言って。で、ホストになったの？なって、もちろんちゃんとお金を返すね。バカじゃん。昼も夜もボロボロになりながら働いて、でも一応付き合ったの、ね、あ、一応ちゃんと付き合ったの。今はちょっともう心病んで帰っちゃったけど。別にそいつの売り上げになるわけ。それでもなんか抜いたってあるけど。あ、いいかもしれないけど。もらってたの。まあ普通に送ってもらったりとかくらいだけど、そんな変なことはしない。まあお金とかよりも心傷つけちゃったかな。紹介者がそんなセフレだったわ。で、途中にそのセフレがランボルギーニで迎えに来て、え、ごめんちょっと出かけてくるって。え、デート中？デート中？おうちデート中。あ、おうちデート中にそのセフレが連絡来て、で、家出てここでランボルギーニブワーンって来て、なんで家の中その爆音が聞こえてる。あいつ何の車で迎えに来られたんじゃいみたいな。すぐ帰ってくるから。え、もう即ホテルみたいな。その時はその人好きだったし、あ、めっちゃ仲良かった。その男も男の家にいるのは知ってんの？知らない。あ、知らねえんだ。お前どこいんのみたいな。あ、どこにいるの？絶対にこうみたいな。なんでそいつ速攻ラボ連れてこい。なんなんそいつ。普通面白い。ちょっと顔見てみてくれ、面白い。心配するじゃん。どこ行った？いつ帰ってくるの？爆音の音が鳴り。そうで、電話かかってきて出て。出た、出て、いつ帰ってくるのって、あ、もうちょっとで帰るよって言いかけた時に、本日はご利用ありがとうございました。生産機の。え、ラボから出てくるとこやん。家帰った時には、ホテルに出たりしちゃって。全然怒られなかったけど。怒んないよ。むしろごめんね。なんか今、これのせいだ。配信ないしみたいな感じで、かわいかったけど。なんだそいつ。心やって帰っちゃった田舎に。やべえ、なんか。かわいそうなこと言っちゃったな。反省してます。こっち出てきた。あ、そうなの。私は長野に帰った機会に自分も出てきちゃったよ。いろいろあって。何があったの？真ん中やらかしたの？私がやらかしたわけじゃない。どういうこと？意味わかんない、意味わかんない。え、キリノがとても痛いけど、ランボルギーニの方がやらかした。ランボンやらかしたの？やらかしちゃった。何やらかしたの？金融やってるんだけど、やってたんだけど。金融？ホストとか風俗とかに人を落としたのと、で、お金貸して。え、お金貸したの？そいつらに金貸してんの？貸してる。で、その貸したお金は風俗とか風俗とかで回収する。何それ、闇金みたいじゃん。あ、そう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 。マジで？トゴって言ってたけど。嘘。まあ、嘘か本当か分かんない。トゴって10日で5割ってなかった。言ってたけど、嘘か本当か分かんない。でも言ってた。いや、ガチの闇金やん。法に触れてるやん。法に触れてるじゃん。多数、お金の種が必要だから、お金の元の人たちに、また、お金、元金は。あ、そいつがやってるわけじゃなくて、あ、まさに店長じゃねえけど、ここにオーナーみたいな。私がいるだけ。うん、他の借りた子が、地方かどこかに飛んだって、うん、そのお金を回収できなくて、飛ぶしかなくて。あ、そいつも3000万ぐらい飛ばれたのかな。うわ。ランボルギーニって話して。3000万ぐらいなんとかなりそうだけどね。ランボ買ってるぐらいだったら。そういうことするお金って、すぐ使っちゃう。自分が稼いだお金じゃないから。あ、手元に何も持ってなかった。でも4人間みたいな感じだ。え、こいつやばくない？禁止に追われてるみたいな。やばい。ランボと一緒に来たの？はい、ただそうなっちゃうかな。
めっちゃ女やん、セフレ、セフレって言ったけど、思いっきり女やん。だから、次だったらになって女って。まあまあまあ、そうだね。今もまだ繋がってるってか、今も女。私のことなんかされるんだけど。やばくない喋るんじゃない、そんないいの。え、家いいの自分ちいいの。それ何やってんの。それもしない家にいるのしてる。うん、変に動いたら流れちゃうんですよ。やば、お酒も飲みたくなるよね。やばいでしょ、それは。やばいでしょ。いやあ、でもそいつランボ待ってんじゃないの、家で。いや、まあ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 、まあ、だけどさ、めっちゃ枝来てんの。いや、それタッチ悪いでしょ。え、飲みたい。いや、でもさ、あのさ、飲むやん。で、あの、え、まあ、わかんないけど、やるかそうするやん。そしたらそいつが、後々来るやん。で、俺がホストに落とされるやん。その展開あるんじゃないの。で、電話かかってきてんでしょ。あ、マジでやばくない。いや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 。いや、でもそれ、でも、え、そいつ何、え、別れればよくない。なんで一緒にいんの。でも養ってんでしょ。犬猫より立ち悪いですよ、そいつ。掃除聞かれてる。はい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 。え、電話かかってきてんでしょ。いや、あのさ、え、飲みに、まあ行きたい気持ちはあるけど、そんなもん俺だって行きたいけど、セクシーやん。いや、でもこれちょっとやめた方がいいでしょ、マジで。何が。え、で、電話、また電話かかってきて、ほら、また鳴ってんじゃん。やばいやばい。やばいやばい。うわ、怖い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 。いや、まあ、助けたい気持ちは、やまやまだけど。いや、私も、いや、なんか一応いろいろ会社経営してる身なので、あんまりそういうのをやると事業に響くというか。今日のところはおとなしく帰ろう。今日のところはおとなしく帰りました。そんなやつ捨てて俺のところに来いとか言いたい気持ちは山々だけどな。いや、ちょっと一旦ちょっと帰ってあげないわ、とりあえず。そう、これめっちゃ電話に LINE 来てんの、やばいやばい。とりあえず今日は帰っときな。はい。じゃあ、お疲れ。でも、飲まないよ。高評価、コメント、チャンネル登録、お願いします。あと、そもそもちょっとナンパに興味出てきたわい、やってみたいって思ってくれたわいって思った人はですね、概要欄に、ナンパの仕方とか、どうやったらナンパできるようになるとか、いろいろ情報、あとなんか YouTube では